ういっす。ういっす。俺です。どうも。おお、俺の熊や。俺の熊やん、これ。うん、まぁ、ちょっとね、まあ皆さんは、車のフロントガラス、撥水しますか？撥水しますか？ということで、今日はね、店にあるものでやっちゃってみようかなシリーズということで、なんだこれ、ガラスコーティングラジカルコート、うん、これ市販で売ってるのかな、わかんねえ。うん、まあ、僕はこうなんかこうやね、納車前にこう経理したりとかするときこれ、まあ、塗ってあげるんだけど、まあこれまあ一応、まあ要するに撥水っす。撥水。市販で言ってるのあれと一緒っす。はい。ただまあこれはちょっとまたちょっと手順がいろいろ違うので、なんかあれだけど、みたいな。うん、まあ、言うて、多分使い方も一緒っす。一緒っす。まあとりあえずね、まあ入ってるものとかそういうの分析しろと言われてもわかんないですが、早速ね、これで、どんなもんかという感じでやってみようかなと思います。じゃあ、一応、いっか。スタート。はい、まずね、じゃあね、施工前ね、今の現状ね、わかるかな、これ。ここから水かけます。てかね、言うてね、俺のやつ発生するんだよね発生するんだよね、うん、発生するんです。あ、これがね、一体ね、じゃあこれ元に戻ってみてね、あれを塗ってどんだけ、また水の流れが違うかね。これだよ、わかる？じゃあこうね、じゃあ雨が降ったとしよう。こんな感じです。わかるかな、こんな感じ。これがね、どんだけいくか、うん、変わってなかったらごめんね多分ね、やる素材を間違ってるかもしれない、これは。うん、そうなんで、一回ちょっとあれを塗り込んでみましょう。よし、さっき水かけた状態ね、これ。まあ、言うて水かけるのもあれだから、きれいにするためでもあるからさ、ほら準備が悪いね、ごめんね。よし、まあ、ちょっとこれ吹き吹きします。あ、吹き吹きします。あれ、なんもねえ。吹き吹きしますあれ、僕のすいませんね、段取り悪いもんですね。吹き吹きします。はい、ウキウキします。これは乾いた状態がいいらしいですね。なんか書いてあります。乾いた状態、綺麗な砂やほこりを、取ってください。これはね、多分ね、同じだと思うね。ね。まあ多分ね、残ってると思うけどね。動画的にちょっと尺が長くなるんで、まあ、ここで一旦カット。はい。塗り込むところの工程にステップアップします。はい。じゃあ、チェンジだね。はい、チェンジ。はい。はい、ということで、うん。あの動画切ってから、2分ぐらいで吹いた。うん。で、あれはどこだこれ。これね、本当に液体、なんかすごい、なんか化学系な匂いがする。うん。すごいな、これ。で、なんか、別にティッシュとかで、こう、ティッシュに、こう、ちょーってこう、
こういう風に見えねえよティッシュじゃな、うん、まあまあこうやって含まして、うん、円を描くようにこう塗り込むらしいっすね。はい、やってみましょう。これはちょっと後でちょっと、まあ、今塗り込んだんですけど多分ムラがあると思うのでまた尺が長くなるといけないからここで一旦チェンジということで、チェンジ、はい、ということでね、わかる、この辺こう白くなってきてるよね。今塗り込んだんだけど、うん、これでこれは乾いてから、乾いてから水を含んだタオルで、まあ拭いてあげると、拭いてあげるとで一丁上がりということなんです。さあ、はたまたうるさいな、はたまたはたまた、じゃあさっきのあの感じと塗り込んだ後の感じ、どう変わるでしょうかね。まあ拭き取ってから水をかけてみたいと思います。ではそっちにまたチェンジだね、はい、チェンジ、はい、はい、じゃあねさっき塗り込んだやつ、さあ運命の瞬間でございます。どうなるでしょうか。じゃあ水かけるよ、よいしょ。どうだ、変わってねえ。どう、じゃあ雨降った感じこんなに豪雨だったらやべえけどな。変わってんのかなあの素材が悪かったからこんな感じです。まあまあな、まあ、ちょっと流れるか。はい、こんな感じです。はい、さあ、いかがだったでしょう。あの、ごめん、素材悪いな。もっとあの、デーンってなる感じのあの、ガラスにやってればよかったね。自分のやつにやってもしょうがないんだよね。ただね、水滴あんま余ってないんだよね。余ってない、確かに余ってはないんだ。うん、もうちょっと若干弱くなってたかな。うん、今の感じはね、ほら、拭いてないよ、これ。うん、こんな感じ、今トラーって流れてるけど、こんな感じです。はい、こんな感じでございました。うん、なんか面白いことねなんか、どう、あ、そう、あの、ずいちゃんの今ね、今ちょうどあの今3日目ぐらいだけど、あの動画出してから、3日、4日、2日、3日、うん、そうだ、出してたらそうだけど、あの、随時あのステッカーのね、デザインもねデザインもあの、はい、あの、皆さんお待ちして、結構着てるんですけど、はい、あの、ありがとうございます、本当に。はい、ということで、全然関係ない、はい、ちょっとアルファードになんかいたずらしてみたいな感じ、いたずらじゃねえな、うん、撥水する意味もないガラスに撥水をかけてみたっていう動画になっちゃったね、これね。はい、すいませんでしたなんかネタまた探します。はい、あ、うん、あとでボネットの耳焼く、うん、ちょっとなんか、ね、猫の爪がついてる。はい、ってことですいません、面白くない動画で面白くないどう、じゃあ、あの、また次回何かまた動画アップしたらぜひ見てくださいさよならあのデザイン DM 待ってるね、うん、ステッカーデザインね、 DM 待ってます。ではバイバーイ。